はい、ということで、今回やっていくのは、チャンネル登録者数600人突破記念のアザラシアナリティクスです。いやー、600を超えちゃった。早いね。早いって言っても、前回400突破したのが6月の十何日だったんで、まあ、約1月に100人ペースで増えてるんかなっていうぐらい。一時期ものすごくペースが上がってたんだけど、まあそれに比べたら少し落ち着いてはいるけれども、それでもね、多いです。600なかなかいかないなと思って、最近ずっとなんかこう、足踏み状態だったんですけど、まあその辺ちょっと見ていきましょう。ちょっと大きいですね。アザラシが大きいので自作します。じゃあまあ、はい。こういうこともできるんですね。いやー、OBS もだいぶ使いこなせるようになってきましたよ。すごいね。すごいね。人間じゃないけど。アザラシ成長するもんですね。はい。見ていきましょう。ですね、アナリティクス。こういう感じの波形を示しています。過去28日間なんで、まあ1ヶ月単位かな。7月から8月分みたいな感じですけども。まあこういう感じで。これをね、90日とかですると、一番調子がいい時はこの辺かな。この辺。7月の頭ぐらいは、もうイケイケどんどんみたいな感じで、イケイケどんどんってことじゃないけど、バーンってな、この、とにかくこの90秒ドローイング系がバンバン再生されまくってて伸びてたんですけども、それが一旦落ち着いて、8月になってまだ少し戻ってきたかなっていう、ペースを取り戻しつつあるのかなっていう。これこう、このままこう下に落ちていくのかなと思いきや、まあまあじりじり戻ってるって感じですね。持ちこたえてるっていう感じ。で、チャンネル登録者数の推移で見てみると、これもですね、90日間で見るとわかりやすいんですけども、この7月の頭あたりがもうとにかく、1日17とか12とか8とか12とか9とか12とか9とか3とか2とかと、まあこのあたりもとにかくバンバン伸びてるという感じですね。すごい。このペースで行くと、なんだろうな。なんなら1週間とかで100人ぐらい行きそうな、2週間で100人ぐらい行きそうなペースだったんで、うおーと思ってたんですけど、まあまあそうは問屋がおろしませんわな。そんなにコンテンツとしてね、魅力的なコンテンツを発信してるわけではないんで。でも、まあこの辺りは本当にすごく伸びてて、で、まあちょっと落ち着いてきたかなーというのがまあ7月の終わり頃で、また8月になってちょっと伸び始めてるのかなという感じではあります。なんでね、チャンネル登録者数500記念になんか動画を上げようと思って、個人的に考えてたのは、桐谷健太の、さんの、海の声が聞きたくてってやつを歌ってみたで歌おうかなと思ったんですよ。思って、ちょっと歌ってみて、ああ、これ違うなっていうのと同時に、海の景色が撮りたくなって、で、海の景色撮りに行くのがめんどくせえなっていうか、その海まで行かなくちゃいけない。バイクかっ飛ばして海まで行くのがなかなかなーとかって思ってて、そのロケみたいな感じにするのが億劫だなーって、歌も取れてないし、海にも行けてないしってんで、上げられてないっていうのが、その500何もしなかったのはそういうことです。したかったんだけど、できなかったみたいなね。やれよっていう話ですけどね。はい。今日なんかもね、リアルタイムで見ると、多いんですね、実は。8月に入ってから、ちょっとまた伸びてますね。まあ、やっぱりこれ90秒ドローインがよく再生されてるってことなんでしょうけども、1日で2500回ぐらい再生されてる。2、3ヶ月前とかは、1日1000行くのすげえって、1000行かねえなってずっと思ってたのが、今なんか、普通にこう、2500とか行っちゃえてるっていう凄さよね。まあ、ほぼほぼこの9ドローイン系なんですけども。その中でも、まあ、最近動画で言えば、クラピアの動画。クラピアを植えてから、噂ってから2ヶ月の記録とか、噂るは違うわ。とか、まあ、あとは、最近系だったら、そう、どうだろうな。クター系の実況、まあ、よく上げてて、クターと、あと、これ、恋プロ系が、まあ、地味に。なんでこれスパロバ上がってんだ。恋プロ系がね、やっぱね、再生数が多いんですね。恋とプロデューサー実況ね。こんな風にやるつもりなかったんだけど、こんな風になんかこう、シリーズをしっかりやるつもりなかったんですけど、恋プロがね、視聴回数多いんですね。47回とか。
1週間前のやつが47回で、2週間前のやつが、45回で、その前が、どこだ？どこだ？これか。75回でっていうことで、まあ、コンスタントに再生されてるかなっていう感じですね。なんで、なんかドリキャスの実況あんまりしてないなーっていうのは思う。うん。ドリキャス実況主のつもりなのに。で、バシッとこう焼きつくの動画上げたら全然伸びないっていうね。悲しいよ。俺は焼きつくのをメインコンテンツとして置いてるつもりなのに、うん、1週間前、2週間前に上げたやつも18しか再生されてないんで。悲しいよ。結構いろいろ手を込んで作ってる。手を込んだものを作ってるんだけど、いやー、それが再生数にはね、結びつかないっていう現実があるんでね、ちょっと、ちょっと考えるところがあります。あとはそれ、実写系をね、少し増やしてます。増やしてるっていうか、まあ、一本だけか。まあ、クラピアも含めて、ただ実写を撮ろうと思うと、スマホで撮ってるんで、スマホで撮ってるのがちょっと、どうかなーって思ったりしてる。カクカクになったり、あと読み込むのに時間かかったりするんで、実写系を増やすためにも、なんかデジカメかなんか買った方がいいのかなと思ったりしてるんですけど、まぁ、ちょっと考え中です。最近この著作権侵害の申し立てってのが入ってて、これがよくわかんないんだけど、この手長エビを釣って食うの動画には、無料のやつと人からもらった BGM しか使ってないんで、絶対に著作権の侵害はしてないんですよ。にもかかわらず、ちょっと待って、こっちじゃないわ。コネクト ID の申し立て中じゃないわ。どれしたらいいかな。詳細表示か。見てみましょう。これね、PEDL っていう著作権者から著作権の侵害の申し立てを受けてて、ここの部分がそうだって言うんだけど、ここの部分なんてのは、あれ、ワクワククッキングタイムっていう、動画で無料でよく聞きますよね、この音。てってれれ、てれれれ、てって、てれれれれれっていう、ここのところ、この部分に著作権侵害の申し立てを受けてるんですよ。あれっていう。それはおかしくないっていうことで申し立てしてるんですけど、審査中のまま止まってます。そして、で、コイプロの実況を上げるとよく著作権侵害の申し立てを食らってたんですけども、これもよく見てみると、著作権侵害の申し立てをしている人が同じ人なんですね。PEDL。ん？っていうね。あれこれおかしくない？おかしいんじゃないかなって最近思ってます。おかしくないかなっていう。これはなんか著作権侵害ビジネスなのかもしれないですね。まあ、収益はしてないんで、かすめ取ることはできないと思うんですけど、自分からね。他にもいろいろ見てみましょうか。リーチとか。リーチ。何がわかるんだ、これから。これから一体何がわかるんだ。再生リストは30秒ドラムが一番多いね。高く評価した動画も再生リストに入ってるのかな。で、コイプロ、焼きつく。やっぱこの最近コイプロだね。コイプロがよく見られてますね。焼きつくよりもコイプロだな。なんだかね。クロッキーとかドローイング、90秒ドローイング、30秒ドローイング、クロッキー練習動画とかで検索してこられてるんで、これも完全に30秒ドローイング、クロッキーとかの、クロッキーなんかいいのないかなと、俺のところに来てますね。まあ、これをね、チャンスと捉えるか、ね、ピンチと捉えるか、チャンスと考えていきましょう。この手の格系をどんどん上げていかなくちゃいけないんですわね。ゲームばっかしてないんでね。ということです。グラフィックソースとかは何でしょうかね。関連動画だから、これからこれに行くみたいな感じかな。クロッキーを始めてみるのは初心者向けとかだけどね。クロッキーから俺の動画に来てる。なるほどね。あと、Google サーチから来てますね。面白いですね。こうやって解析していくのもね。エンゲージメント。何これ。人気の動画。終了時点での人気の動画。変わらんやないかい。見てもあんま面白いことなさそうだ。視聴者見てみましょう。これ大事かもしれない。こんなんあんだね。これ知らなかったな。過去28日間が大事？過去90日間？いや、過去28十分だな。これなんか全然波形違うな。これなんだ？こうなってて？ユニーク視聴者数。はぁ、ユニーク。ユニーク視聴者数がここから一気に増えてる。なんだユニーク視聴者数って。90、もっと広くする。広くすると。こうなって、ここでバーンってなってるな。
なんだろうこれ。なんだろう、ユニーク視聴者数って。で、これ下がって、ここで上がってますね。こう見ると、視聴者がアクセスしてる時間帯っていうのは、深夜帯ですね。特に9時以降ですね。どうですか皆さん。9時に見てますかこの動画。9時以降ですね。9時、8時、9時、10時あたり。このあたりに多くいるみたい。だから、自分とかが よく深夜の2時3時とかにこそっと上げてるのは、全く意味が 全くこう、アクセスされてないということですね やっと動画の編集終わって、エンコード終わって、よし、まあ、上げるかってなったら、1、2とかになってることよくあるんで。で、あ、もう朝だけど上げるかってなってる時も、全然こう、誰も見られてないっていうことですね ダメじゃん ダメじゃんですね。はい。ということでございます。はい。年齢層を見てみましょう。女性が圧倒的に多いです。66.7%、男性33.3%。嘘だろ、おいって感じしますね。嘘でしょ。なんか昔見たとき、男性100%だったときの方が長かったんですけど、これも多分90秒ドリンクのせいでしょうね。それで結構見る人女性が多いんじゃないでしょうかね。年齢層は18から20が一番多いと。ん？本当か？って思いますね。本当か？結構若年層と女性に多い。これね、これ男性 YouTuber だったら嬉しい結果だと思いますけどね。まあ、俺を見に来てるわけじゃないんだ。これは別に俺を見に来てるわけじゃなくて、単純にただドローイングのやつを利用してる人がそういう層だっただけでしょうね、きっとね。で、まあ、上位は、まあ90%が日本っていうことですね。約。だから90%なんだね。100%が日本だったりするようなイメージあるけど、そんなことはない。まあ、90秒ドローイングとかあの辺はね、日本以外の人たちを見てくれれば、可能性が広がるよね。あれは、日本のみに限らないから、あれは可能性がある。可能性を感じる。視聴者あたりの平均視聴回数は2。おお、多いな、これ。意外と多いな。収益、ペペン、ゼロ。ゼロ。これね、もしも、このアザラシのチャンネル登録者数が1000いって収益化した暁にはね、月1ぐらいでアナリティクスやって、今月何円入りましたやろうと思ってる。これはね、お金の話をね、どんどんね、上げていきたいなと思います。やっていいんかな？いいはずだ。確かダメじゃなかったと思うんで、やるつもりです。なった暁にはね。どの動画で何歩入ってっていうのはね、楽しかったんでね、最初のこのアナリティクスやり始めた頃にはこれを毎回報告していくの楽しかったんで、もしもね、またね、もしも収益化が復帰した暁にはやろうと思っております。今のところはゼロということですね。収益化が上位の動画。ただね、何本かの動画については収益化しないつもりも、のもあります。例えばドローイングのやつとかは、まあ、自分のね、なんか、絵とかもね、別に描いてるわけじゃないし、発想も全部そのポーズマニアックスさんが作ってるものに準拠してるのでね、あれとかはもう収益、この辺のやつはもう収益化するしないつもりなんで、一番のメインコンテンツを収益化しないつもりなんで、これはしないし、あとこのケルトの北欧音楽メドレー、これも動画を上げるにあたって、このイラストを描いてらっしゃる、ナマコさんっていう人書いてあるんですけど、らっしゃるんですけどね、ナマコさんの方に収益化しないっていうふうに言って許可をいただいてるんでね、これも絶対収益化しません。します。これはしない。あとはまあしてもいいかなと思うけどね、でも邪魔っちゃ邪魔だよね。まあ、実況系の動画に関しては下の方に表示されるぐらいやったら別にいいのかなと、邪魔にならない程度にね、するのはしていきたいかなと思います。稼いだお金とかはね、もうバンバン機材とかに使っていきたい。あとね、この90秒とか30秒ドリンクのやつでさ、下に表示されるだけでも鬱陶しいよな。多分ね、表示されたらね。こう書いてる途中に下にこうなんかこう、ね、余計なものが表示されちゃうみたいになっちゃうんでね。これはもうね、絶対に表示させないつもりです。これはもうこのコンテンツだけはね、誰が何と言おうと ここが一番の儲けどころだとしてもあげるつもりはない。そういうところもあったりします。はい。まあ、リーチ、エンゲージ、まあ、全部見ましたかね。まあ、ってな感じです。チャンネル登録者数は、まあ、これからかな。ここの8月あたりに、目標100人ぐらい増えたらいいんだけど、
まあ、虎の狸の皮残用でしょうな。そんなに伸びるほどのものを作ってるわけではないんでね。ただ、まあ、上げていく動画の傾向としては、これからはやっぱちょっとクタをね、頑張って上げていこうと思ってます。クタ実況はね、意外とね、再生数はそこまででもないんですけど、反響大きい。これ、リアル出る反響じゃなくて、結構コメントがつくんですよ。クタの動画は。で、おそらくクタ実況やってる人っていないんですよ。YouTube 上にほぼ。で、特に VTuber とかになってくると第一人者になってくるんで、クター実況の第一人者になろうかなと、ちょっと考えております。クターはね。だからこの実況をね、ちょっと大事にしていこうかなと思う。ただ、動画のスタイルとして、ハイスコア、世界記録とか狙いたいなと思っても、それ本当に狙い出すと、半日とか、1日とか潰れちゃうんで、それをね、できないのはちょっと心苦しいなっていう気はしますね。半日一日潰して、世界記録とか、ランキング1位が取れるかっていう自信もないけどね。もう すごい領域だから。クタ、トップ層の得点とか、YouTube に上がってるんですよ、なんか動画がね。関連とか出てくるようになっちゃってるんですよ、自分で再生するもんだから。見ると、なんかこの、スプリングとかのやつも、めちゃくちゃ高いところも上がるし、このダルマ落としとかも、ダルマ落とし自分何秒でやったんかな？ちょっと待って、見ましょう。右表示されるって大丈夫かな？自分で表示できんかったっけ？前か。何を見てるかが分かってしまう。何秒でしたっけ？自分で自分の動画を見る動画。自分の声聞くのはちょっと恥ずい。4.3秒ですよね。4.3秒ですね。これね、YouTube で見かけた動画はね、2.8秒がありましたね。ね、クリアしたやんけ言ってますけどね。2.8秒だぞ。あったんですよ。見かけちゃって。これ多分絶対超えられないなっていう感じ。動きがもう完璧。もう、スコーンと抜いて、パシッと止めて、ベシッと2.8秒、バーン、成功みたいなね、動画が上がっててね。あれ見て、戦慄した。おののいた。こういう世界なんだなっていう。クター実況、ちょっと本気でやりたいところもあるんですけどね。時間がね、時間が、一人増えた？増えてないかな？増えたかな？増えてないかな？まあいいか。っていうような感じです。はい。まあ、うだうだ喋ってきましたけどもね。20分喋ってるな。20分喋ってみますけども、まあこんな感じですね。この時間帯にやっぱ再生数が伸びてるっていうのは、この、なんだろう。リアルタイムのやつを追ってるとわかります。こうやってね。夜にかけて、1時間200回も再生されてる。すごーって思うんですけど、まあ、これね、この波形がね、ほぼほぼ下見ていただくとわかるんですけどね、90秒ドローイングとほぼ変わらないんですよ。全体のやつがほぼ90秒ドローイング変わらないっていうことは、ほぼこの波形の意識して動画上げたところで 影響ないっていうことなんですね 結局この90秒ドローイングしかまだ見られてないんですね。まだまだ精進するところが山ほどあるということですね。はい、ということで。まあ、今回はね、チャンネル登録者数600記念のアナリティクスでしたけどね、700とか800とか何をしようかとか全然まだ考えてません。ただまあ、8月なんでね、達成時期が早ければ、なんかちょっと変わったこともできるかもしれない。8月後半とかになってくるとね、薬局実習とかって言って、薬局になんか実習に、昼間の間は平日出ていくことになったりするんでね、そうなると忙しくなってきて、動画の投稿頻度とか、クオリティ質とかも下がってくるかもしれないなってちょっと考えてます。だから8月の後半以降、実習がまあコロナの影響どうなるかわかんないですけどね。従来通りに始まるとしたらちょっと勢い落ちるかなーっていうふうなことを考えております。はい。すいません。そればっかりはね。ね。実習サボるわけにもいかないんでね。てなわけで、はい。まあまあ、それも考えてのクターですね。クターも取ったら取って出しですぐ出せるんで。パソコン立ち上げて、パソコン立ち上げて無編集でバシッと上げれる体制に整ってるんでね。なんなら20分ぐらいで パソコン立ち上げからの20分ぐらいでクタの実況を上げれることができるんで、まあそういうふうなの、勘弁さも含めてね、クタやってるっていうところもあります。だからまあ、継続的に活動をやっていくっていう中で、隔週の野球つくと、週1の恋プロとクタあたりで、くるくるちょっと最近、これからちょっと回していこうかなと。中にちょっとこう、
実写機を挟むっていうスタイルでちょっちょいやっていこうかなと思います。あ、ダメだよ。それじゃダメだよ。それにドロービン系の動画が伸びてるんだから絵描き系のも増やしつつ、ですね。はい。そういう感じでチャンネルの方を育てて、耕していこうかなと思っております。600の、600、まあ大台の600とは言わないけれども、まあ、抱負を語る600かな。うん。ぜひね、1000に行った暁には皆さんにこの、推定収益のところの、アナリティクスを見て、ワイワイやりたい。あ、あとそうだ。あのね、チャンネル登録者数100いったら配信やろうと思ってます。チャンネル登録100記念、配信みたいなね。100じゃない。1000突破配信みたいな。配信やろうと思ってます。これは思ってるだけですけどね。はい。だから、何やるかは全然決めてないけど、クターじゃないな。クターおかしいな。クターの1位取るまで終われまてんとか、ちょっと苦行が過ぎるし、見てる方も苦痛だと思うんで。今考えてるのは、スーパーマグネチックニューニューの耐久をやろうかなと、ちょっと考えてたりします。なんで、1000いったら、スーパーマグネチックニューニュー終わるまでやめませんみたいな感じで、何時間になるかわからないけど、スーパーマグネチックニューニューを始めからエンディングまで、投資でやってみようかなと思ってたりします。はい。うん。まあ、1000いけたらいいよね。いいよね。もう本当に夢みたいな数字だったんだけど、この一月に100ぐらい伸びていくペースだったら、うまくいけば本当に今年中に1000いけるかもしれないんで、いけたらいいよねっていう感じで。まあ、とりあえず、そういうのをね、目標にして頑張っていきます。それじゃあ、まあ、また別の動画で。アナリティクスはね、多分800とかでもね、やると思うんでね。700はまあ何やるか考えてないですけど、まあ、800とかでも多分アナリティクスやると思うんで、その時にまたこういった話をしましょう。それではまた。ほなまた。